お父さん、はい、すごいじゃないですか。すごいですね。これ原田真実ながり、最近怖いね。何が？フェイスブックでも大概いろんな人つながるけど、はい、めっちゃリアルにどんどんつながっていくね。もう怖いよ。嘘つかれへんね。いやそれは嘘ついたらあかんねん。嘘ついたらあかんねん。変なことできへん。知り合いの知り合い、大体知り合いですよね。そう、そんな多いですよ、ね、多いです。友達の友達は言うような話あるけど、すごいね、すごい。っていうかね、僕ら今回は、はい、京都に坂本龍馬、新選組を、はい、ゆかりの地、京都ミステリーツアー、はい、で、坂本龍馬は一体誰に暗殺されたかを確信に迫りたいという思いで今日は回らせてもらったんですけど、加藤さん的にはどう思います？あのうちの母がちょっとその説を持ってるんですけど。嘘！あ、それ、ええのかな？いいんですか？聞かせてください。いいですよ、全然。いや、でも、まあ、いろんな人がいろいろ考えてたと思うので、うんうんうん、え、こんなところで答えが分かるの？いや、答えはないです。うん、あ、いいですよ、はい、のお考えですよ、説として。説、はいはい、として、うん、結構一番最後に一緒にいた人、中岡慎太郎、うん、っていう説もあります。ほんで中岡慎太郎と切り合いしたの？あの人はでも、だから彼女も死んだでしょ。そうです、坂本龍馬、他にも多分狙ってる人もいて、うん、でもほら坂本龍馬の、あの政府案みたいなの似合うじゃないですか、で、その中に、まあ、龍馬は入ってないんですけども、うん、まあ、中岡慎太郎的にはあの坂本龍馬はもちろん親友というか、うん、同志であり、でもまあライバルでありっていうので、うん、切るつもりだったっていう説もあるらしいですよ。いや、ほら今なんか銅像コーチかどっかあるじゃないですか。はい、あ、ほら本人として意図せん感じなのかもしれないですね、3人並んで。いや、まあ、分かんない。本当に最後に誰が殺したかは、それは誰も分からない。お母様はなんでそういう説を唱えたんですか？いや、なんかそういう龍馬の、あの龍馬殿があった年に、うんうん、あの京都でも結構すごい盛り上がって、はいはい、で一緒にお仲間がその研究家の人がやっぱおられる、ね、専門家の方のご意見なんですね。そうです、ご意見もそうですし、中岡慎太郎がっていう説も、まあ一つの説でしょう。でも真相は分からないし、分からないです。それスピリチュアル的にとかそんなの？いやそういう人じゃないですから。そういう人じゃないですよ。そういう人じゃないですよね。そうですか。っていうのも、あ、それだとなんか何でもスピリチュアル好きなんだ。一番なんかもしかしたらそれ結構そうかもな、ちょっと思ったりとか。確かに、とかして思います。一番だってあんなに近いわけだから、近い状態ですもんね。はい、あの仁いうドラマがあって、やっぱあの時に最後、あの打ったのは見回り組。そうそうそう、大体見回り組が定説ですよ。僕もそれは思ってたんですわ。あれなんか見回り組の人が白状したんですか？なんか言うてね、とかやったっていう、とかっていう、うん、それもなんか分からんところもね、話もあるけどね。なるほど。いろんな人がやっぱり狙ってたんじゃないですか、当時。加藤登紀子さんの話してるんですよ。 ありがとうございます。坂本龍馬から加藤登紀子さん、はい、もう何がすごいって、いや加藤登紀子さんも言ったらちょっとね、一線越えてるいうか、そうです、ね、突き抜けてるしやんか、うん、言ったら旦那さんってあのね、元日本赤軍でしたっけ、はい、うん、違いますよ、赤軍じゃない、赤軍じゃない、カット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 、そばっかり言うたら日本赤軍違うね、そういうとこ聞くね、どういうか、学生運動ですよ、学生運動ですよね、はい、そうそう、で、その学生運動してる時に、まあ、捕まって、あの牢屋に入っていて、獄中で結婚されてます。まあ、獄は入ってませんけど、うん、なんか一緒に入ってたんですよねっていう方もいた、ちょっと知らないです、獄は入られてないと。で、その時に100万本のバラの、その時は100万本のバラじゃない、それはもうじゃないですよ、じゃないですよね、違う違う違う、ライブの時は、まあ、後ですよね。その時はあれですね、一人での子守歌かな、はい、っていう曲があの時はヒットしましたね。ですか。で、この店も来られるんですか？あ、はい、年に2回、春と秋にあのディナーショー、これ贅沢な話、この近い距離で一流の歌声聴けるわけ、ピアノもあるし、うん、生でもうわすごいね、結構喜んでいただいて、いやそれは結構もう結構どころはないでしょう、はい、かなり喜びますよ、いいです、ロシア料理を食べながら、ね、でもロシア料理に餃子が出てくるのが、いやそれがまた新しい勉強させてもらいました。そうです、ね、あのまあ、お肉が入ってればおかずですし、はい、まあ作っといて家でいっぱい作り置き、日本と一緒ですけど冷凍庫にこう入れて、まあ、ちょっと一品お食事がね足りない時に、うん、まあ、スープにしたりとかするそうなんですね。で、まあ、お肉が入ってるおかずですし、はい、あとそちらにはリンゴを煮たのとかジャムとか入れたらお菓子っていうかおやつにもなる、そういう食べ方も、まあ、一般家庭の食べ物というそうでいいんですか。はあ、なるほど。いやでもそのね、いろんな話ね、うん、
ね、すみませんね、私らも適当なとこから坂本龍馬がとか全部受け答えしていただける、まあ、頭の良い方なんですよね。そう、受け答えがすごいね。どんな話でもこう返してくれはるかね。そう、ごめん、こういう活動ですか、はい、これはどうですか、企画、この店でやってる企画で、天野佳代子さんというロシアで歌の勉強されたメゾソプラノの素晴らしい方、5回目の、はい、公演で、なんかロシアで5っていう数字が縁起がいいそうで、はい、すごく彼女も気合い入ってます、うん、6月2日ですのようですね、はいはい、場所どこですか、ここです、ここですよね、はい、これ全部ここでやります、はい、あと、まあ、料理もついて、はい、お料理もついて、うん、ですね、はい、さらには、はい、あとこれはですね、能楽と生け花の出会いということで、はいはいはい、お能の囃子方の大堤の方と佐賀五流の池場の先生のコラボレーションをパフォーマンス、え、ここでするんですか、はい、ここで、このいい、ね、ギャップというか、おっしゃるですよね、能楽ってすごいよね、だからこれは本当に世界的に有名な、あの女性では初のジャズ、サックスフォンですね、うんうん、サックス奏者の、方で早坂幸さんという方がいるんですけど、はいはい、その方の、ミンガ5、ミンガ4だ、ミンガ4っていうグループで来ていただきます。なんかあの CD がリリースされるそうで、その全国ツアーの一環で来ていただくんですけど、これは7月20日です。あ、はいはい、7月20日。毎月そういうのをこうイベントをずっと作っていて、そうですね、はい、大体月1回は定期的にされてるわけです。はい、そうですか。いや、でもこの景色もね、景色も南座が見える、四条大橋が見えるね、ね、もう夏場なんか、はい、鴨川のところで、はい、ね、床、あとですね、はい、ちっちゃいビアガーデンも屋上で、あ、してあるんです、この上は5月の末からやります。え、それはここのお店が主催で、はい、そうです、はい、そうなんですか、はい、2時間飲み放題、食事付きで3500円。わ、安っ、これはええで、あの酒飲みとしては最高やね。そうかそうか、うん、あ、それってなんか5分か何か酒大事なの、はい、これは、はい、これはトキコのあの対談集っていうのが出まして、あ、はいはい、あの中西玲さんとか A6 さんとか梅原武さんとか、はい、対談集が出まして、いいですね、はい、これ 3.11 以降いろんな方のね、考えをお伺いするっていう、そうなんですか、はい、なんか番組とかではなくて、はい、直接対談されて作られたり、はい、対談の本ですね、はい、もう一回タイトルを、命を結ぶという、命を結ぶ、すごいですね、なるほど、やっぱ対談が本になるということは、もしかして、いや、僕たちの見てみ、ここ出てる人みんな、まあ、一流どころばっかりだよ、まあ、確かにねすごいもん、そうやね、まあまあ、うちも有名どころやったら、ほら、ハレルヤシスターズ、あ、あったね見てありましたね、あったあった、ちょっと、ちょっと、はいはいはい、ブラマーな、なるほど、わかりました。ラストに、はい、加藤さん、全世界の方に一言、はい、メッセージいただいてまとめましょう、はい、ね、お願いします、京都祇園市場にございますロシアレストランケープです。お近くにお寄りの際はぜひ食事に来てください。ありがとうございます。小野さんと友達なんですね。よかった。世間狭いな。小野さん、仲良くなったね。